おはようございます。さあ本日10月31日はハロウィンです。ありがとう。トリックはトリート。お前の体重を2キロ増やしてやろうか。怖い怖い怖い。そういう行事じゃないから。そうなの。その格好何ですか。だって今日はハロウィン特集って聞いたんで、うん、魔女になってみました。なるほど。逆になんで何もしてないんですか。いや実はですね森ちゃん、今日は仮装はないんですよ。あ、仮装しないんですか。しないんです。ハロウィンなのに。うん、だけど、はい、一味違ったハロウィンの楽しみ方をご紹介いたします。なんだろう、楽しみです。一回着替えていただいていいですか。仮装はいらなかった。はい、わかりました。さあさあ、じゃあ飛んで着替えてきます。あ、行ってらっしゃい。はい、はい。今年のハロウィンは普通じゃない。ハロウィンの本場ヨーロッパのバトルゲームや、お家にあるあれを使った簡単ハロウィンケーキ作りに、悪霊も逃げ出す海外で人気の遊びまで、皆さんを今まで見たことないハロウィンの世界へお連れします。子供と楽しむ一風変わったハロウィン2020。まずはかぼちゃだけじゃないある食材を使ったバトルゲームに挑戦。さあ森ちゃん、はい、ハロウィンの欠かせない食材といえば何でしょう。もう間違いなくかぼちゃじゃないですか。そうですよね、はい。まあ、そう思う方は多いと思うんですが、実はこのリンゴも欠かせない食材なんですよ。え、リンゴですか。聞いたことないですよ。聞いたことない。ハロウィンにリンゴって聞きなじみないですよね。実はヨーロッパではハロウィンの日に古代からリンゴをシンボルにしたお祭りが行われていたんです。知らなかったです、さらに昔からハロウィンの定番になっているリンゴを使ったゲームも。何？アップルボビング。初めて聞きました。ルールは簡単。水の入った容器にリンゴを浮かべ、それを手を使わずに口だけで取る速さを競うというものです。初めて知りました。もう初めてのハロウィンの過ごし方です。これは、ね、なかなか日本ではないと思いますので、楽しそう楽しそう。ちょっとやってみましょう、はい。さあ今回は2分間でより多くのリンゴを取れた方が勝ち。水中カメラに捉えられた我々の必死な形相にご注目ください。よーい、スタート。よし。うわ口だけですからね。口だけ。必死。何よ。そんな難しいの。下手をね、下手をね。あ、なるほど。下手がどこ向いてるかがわからないですね。あと逃げるの。あ、そうか。逃げるの。そう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 。おお、すごい。よしよし。ぜひこれ富田さんにやってほしい。やばい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 。やってくれるかな。もうびしょびしょ。頑張れ頑張れ頑張れ。そう見えるのよ。あ、でもすごいね、取ってすごい取れてる。いい勝負ですね。でもコツ掴んできたんですね。早い、ゴリさん早い。10秒前。あ、10秒どっちどっち。頑張れ。じゃあ6対7で、はい、私の勝ち。素晴らしい。下手狙ってたんですけど、うんうん、こう加えられた時の喜び、歯型あるもんね。そう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 、歯型がね、綺麗についてるからね。いや、楽しかった。面白い。ハロウィンってこんな楽しいゲームがあるんですね。なので仮装とかね、うん、お菓子とか、まあ、そういう印象
強いかもしれないですけど、うんうんうん、これゲームもあるんですね。いやこれ絶対やってほしい、絶対盛り上がる。見てても分かりました。さあヨーロッパではリンゴの料理もハロウィンの定番ということで、リンゴで思う存分遊んだ後は親子でできるリンゴを使った簡単ハロウィンケーキを作っていきます。やってきたのは霧島市にあるケーキハウス新。可愛らしいケーキやプリンを販売しており、中でも人気なのがこちら。これ全てケーキなんです。今日はそんなお店の力を借りしてお家でできるパンプキンケーキを作っていきます。ただし今回の主役はこちら、リンゴのコンポートです。よくアップルパイの中に入ってますよね。作り方は簡単。リンゴを角切りにし、10秒ほど塩水につけた後、白ワイン、砂糖、レモン汁を混ぜたものにつけて15分煮るだけ。リンゴの準備ができたら、続いてケーキの型作りに使うのがこれです。どこにでもあるようなこうちょっとプラスチックの型で、ケーキを作るんですよね。はい、ケーキです。それ丼ぶりですよね。丼ぶりです。これでケーキができるんですよ。いやできないね。そう、今回は丼を使います。小さなお子さんでも簡単に作れちゃうので、この後ぜひ真似してみてくださいね。まずは丼の底にたっぷりの生クリームを入れます。続いて市販のスポンジケーキを生クリームの上に乗せ、その上にまた生クリームを重ねていきます。すごい簡単ですね。そしてここで先ほど作ったリンゴのコンポートを生クリームの上にたっぷりと乗せていきます。最後にスポンジで蓋をすれば、これで一応完成です。これだけで、これで、はいはい、簡単、終わっちゃいます。一回繰り返すだけですけど、はい、まあ、じゃあここに層できてますね。はい、おこれで OK です。でこれで冷凍庫に入れて、なるほどなるほど、はい、固める。いいね。ケーキが固まったら中心にフォークを刺して熱湯に10秒つけます。すると、はい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 、もういいですね。いいですね。丸が登場しました。すごいドンブリであるから本当に綺麗にドームの形になりますね。すごい。どんぶりに生クリームとスポンジ、リンゴを乗せていくだけ。かなり簡単ですよね。完成度高い。なかなか自分でこの形作るのは難しいけど、これなら簡単。すごい。だってどんぶりに今重ねて入れただけですもんね。こんな綺麗になるんだ。驚き。パンプキンケーキの仕上げはかぼちゃのクリーム。これもお家で簡単に作れるんですよ。かぼちゃを茹でて潰し、白あんと混ぜ合わせるだけでできちゃいます。最後にチョコペンで顔を描けば、どんぶりで作るハロウィンケーキの完成です。なんかお家でね、あるものでこう代用もできたりするの で、ね、なんか気軽に可愛いのが作れますね。はいはい、丼以外に計量カップでも作れちゃいますよ。なるほど、ミニサイズもできるわけですね。スーパーなどで売ってある牛皮をかぶせればお化けのようなケーキにも。すごい、それはいいこと教えてもらった。その人っていうか、その絵見覚えありますよ。なんだ、私の方は完成です。西田お化け。西田さんですね。はい、これっていっぱい使いましたね。単純に嬉しいんだけど。それではお待ちかねの試食タイム。また大きいね、一口が。うん、うん、うん、うまやっぱ。リンゴがいいですね。そうですね。ジューシーというか、はい、うん、だからいいケーキ、違う甘さなんですけど、生クリーム、そしてスポンジでかぼちゃ、リンゴ、でもそれがうまく合わさって、でも全体的にこう優しい、こうでどっか懐かしい甘さ、はい、そしてさよなら西田さん。やめてやめて。ああ、すごい、あ、やばい、気持ちいかれた。うん、待って待って。
何美味しい、全部盛り込んじゃったから西田さん、すごいいいアクセントになってます。本当にチョコがね、西田さんじゃなくてチョコがね、西田さんすごく美味しかったです。子供と楽しむ一風変わったハロウィン2020、最後は悪霊も逃げ出す海外で人気の遊びをご紹介。最後は日本の方にはあまり馴染みのない遊びをやってみたいと思います、うん、その名もピニャータ。ピニャータ、はい、何ですかそれ。そうですね、ピニャータ初めて聞きましたね。ピニャータとはお菓子などが詰まったくす玉のようなもので、それをみんなで棒で叩きながら割って遊びます。目隠しをしてやる場合もありますよ。くす玉に化けた悪霊を追い払うという意味合いがあり、海外のハロウィンパーティーでは定番なんですよ。定番なんですか、ね、初めて聞きました、ね、日本ではあまり馴染みないですもんね。そして実はこのピニャータ簡単に作れるんです。いくつかやり方はあるんですが、今日はその中で一番簡単な方法でやっていきます。お願いします。用意するものはこちら。今回はこれでユニコーンのピニャータを作っていきます。結構複雑な感じがしますけど、まずは段ボールをユニコーンの形に2枚切ります。いい、いや、ここでね、お菓子がいっぱい入るから、ね、いっぱい入れて、そうそうそう、いいいいいい。続いて10センチ幅に切ったこちらの段ボールを先ほど作ったユニコーンの型に沿うようにカットしくっつけていきます。全てつなぎ終わったらもう1枚の段ボールで蓋をします。そういうこと。おー、完成形見えてるよ。これでピニャータの大元は完成。背中のところにお菓子を入れる穴を開けていくことを忘れずに。大事ですね。この後は短冊状にして切り込みを入れた色画用紙を足の方から少しずつ重なるようにして貼り付けていきます。全面貼り終えるとこんな感じ。かわいい。そして細長く切った色画用紙で縦紙や尻尾を作っていきます。うまいね。とここで僕の余計な一言によってピニャータがあの人にしか見えなくなってきました。金八感が、ね、この金八感があるからちょっとわかります。そういうことか。そうだから江口洋介みたいになるんだ。やめて、本当そう見えてくるからやめて。俳優さんになっていくんだけど。楽しんでますね。すみません。最後に、顔と角をつければ顔をつければ完成。すごい。どうにか金八先生にも江口洋介さんにもならずに仕上がりました。かわいい。でも皆さん忘れてはないですか、ピニャータはここからが本番なんです。さあ、お菓子を入れれば準備万端。せっかく頑張って作ったし、可愛いから叩くってなんか、ちょっと愛着が湧いてきました。で、これ多分やっぱりストレス発散になると思うんですよ。はいはいはい、はい、やっぱもう思いっきり棒を振って、もう何かを壊すってなかなか日常じゃできないじゃないですか。ないない。ぜひたまりにたまった鬱憤ってやつをここで晴らしてください。いいですか。はい。わー、ストレス溜まってそうだもんね。そうですね、こんな叩いていいよっていう時なんてなかなかないですもんね。ないよ、ないよ、ないですもんね。そして壊しちゃダメだもん、全部。そうですよね、そうですよね、はい、でもいいんですよね。でもこれはもう壊していいんです。壊すために作ったものですから。はい、そうです。はい、ではお菓子取り出しますね。はい、いきます。ではお願いします。しびれり強めだ。乗れた。狭い車の中で大きな声で喋ってんじゃねえよ。耳が痛いんだよ、話が入ってくる。個人的なやつ、それやめて。一人ペンばっか借りてんじゃねえ。インク代よく見ますね。すごいね。もう本音じゃん。ここでついにピニャータの中身が出た。おかしも出た、出た、出てる。止まらない、止まらないね。おりちゃん怖いよ。すっきりした。いやいや、こっちがストレス溜まってる。嬉しい、食べましょう。ちょっと怖い。なんか
ごめんね。優しくするね、今度からね。そうね。さあ、森ちゃんに怯えて悪霊もいなくなったはず。皆さんも一風変わったハロウィン楽しんでみてください。